こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は家計金融資産が2023年末に2141兆円株高で過去最高に達するということで、日経新聞のニュースをもとに動画を作っています。1つ目、家計の金融資産の増加。2つ目、投資信託と株式の保有残高。3つ目、保険年金提携保証の増加。4つ目、国債の市場保有割合ということで、4つのテーマでお話をしていきます。これなんと2023年末にですね、家計の家のですね、資産がなんと2141兆円にもいったということで、日銀の資金循環統計っていうところが出生としてですね、日本人の家計の金融資産が増えているということを書いています。でこれ1997年からグラフが始まっていて、だいたい1300兆円ぐらいで、リーマンショックの手前で1700兆弱ぐらいに行って、そこで下がりですね、1500ぐらいまで下がった後にどんどん、金融緩和したおかげでお金が増えているというようなニュースです。で1つ目ですね、家計の金融資産の増加。2023年10月から12月の期間に、日本の家計が持つ金融資産は前年同期比で 5.1% 増の2141兆円に達し、これは5四半期連続での過去最高の値を更新しているということで、右肩上がりに大きく伸びていると。で株価の上昇が主な要因で、株式や投資信託の価値が増加と、要は値上がりしてってるっていう意味ですね。これらが資産残高の増加を促していると。で増加率は 5.1% ということで、前四半期ですね、前の四半期の 4.2% よりも加速しているのが今の状況と。で増加額が108兆円と過去最大になっているということで、これは家計の積極的な投資姿勢を示唆しているという内容です。で2つ目、投資信託と株式の保有残高ということで、投資信託の保有残高がこれ前年同期比で 22.4% 増ということで、2割以上増えている。前年の同期より2割以上増えていて、106兆円になっていると。で株式等の保有残高は 29.2% 増ということで、こっちはもう3割ぐらい増えているということで、276兆円。日経平均株価が高水準を維持したことや、少額投資非課税制度ですね、例の NISA の利用が増加しているのが影響していると。投資信託の購入額は前年同期比のこれ 17.4% 増ということで、この投資信託もですね、13兆円増えているということで、あと株式の売買代金は前年同期 22.1% 増ということで、こちら2割以上増えていて、なんと286兆円ということで、活発な投資活動が市場全体の活性化に貢献と。なぜかはわからないんですが、海外のインフレに日本も引っ張られ、お正月から始まったNISAによってもう莫大な資金が日本の市場に流れ込んでいるのが、この資産が増えている原因かなという感じです。3番目、保険年金提携保証の増加ということで、保険年金提携保証の残高は前年同期比で 0.9% 増の537兆円、これは保険とか年金はあまり増えていない、 0.9%。 円安が進んだことによって、外貨建て保険の円ベースでの残高が増加していると。これ外貨にしてたので、外貨が値上がりしたんですけど、円ベースでそのおかげでお金が増えていると。個人的な話ですけど、ちょっと今日ポンドに変えるときに、うちの会社の海外のちょっとだけコイン買うために、ドルとかユーロとかになってるものを見たんですけど、お金増えてましたね。やはり円安になってるっていう意味です。なのでこの個人年金の保険の加入件数は前年同期比 3.1% 増ということで、さっきの外貨建て保険が円ベースでお金が増えているということと、この個人年金保険の加入件数も 3% ぐらい増えていると。あとイデコの加入者数は前年同期比、こっちはなんと 22.4% 増ということで、老後の備えに対する意識の高まりが加入件数の増加につながっていると。なので保険年金提携保証っていうのは、ちょっと年がいった人の老後の備えでお金が流入していると。イデコは特に 22.4% 増えているという感じです。
4番目、国債の市場保有割合ということで、日銀の国債の保有割合は 53.8% だったんですが、前四半期ですね、前四半期の 53.9% から 0.1% だけ減少していると、わずかに減少し、しかし残高は増加して581兆円になったと。日銀が581兆円日本の国債を持っていると。日銀は長短金利操作を再修正したが、国債の買い入れを継続しており、保有割合は6四半期連続で 50% を超えているというような状況です。なので日銀はまだマイナス金利は解除したんですけど、国債の保有はまだまだやっていると。国債市場の安定化に貢献しているのが今の日銀の立ち位置です。で、結論ですね、これ今株や投資信託、NISA、iDeCoにお金が流れていると。で、株高のおかげで国民の資産が2141兆円と過去最大になったっていうことで、まあこれアメリカが散々やってきたことですね。ドルベースでどんどんお金を印刷して、アメリカの株式市場にお金をどんどん入れていくのがアメリカのやり方だったと思うんですが、それと同じようなことに今の日本もなってきたと。まあ前まではマイナス金利でお金を市場に大量にばらまいてですね、お金持ち優先でお金を運用できる人がお金を増やしていたのが今までの日本のやり方だったんですが、このマイナス金利から解除も含めてですね、あと国債の残高とかも多いので、ここから脱出するために私はNISAを作ったというふうに思っています。なので国の株ですね、持っている株を少しずつ売っていきながら、国債が暴落しないように考えてですね、今国民の資産を、まあ、一応増やす方向でやってるのかなという感じです。前はお金持ちだけが株をやっていたんですが、出遅れ感のある一般人が増えて、あと老後の資金もこの市場に流れているのが今回の家計金融資産が2141円になった要因かなというふうに思います。なので、まあ、これトピックスで言うと、投資信託の保有残高ですね、これ 22.4% 増えてるとか、株式の保有残高も 29% 増えてるとか、あと株式の売買代金も 22% 増えてるとかですね、全く私的出来事ですが、 N 証券の人から電話がかかってきていて、ぜひみたいな話があったので、会社で株を買いませんかって話だと思うんですが、そのぐらい今証券会社は潤ってるのかなという感じです。本日の動画がためになって面白かったという人は、ぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とかご感想いただくのが一番ありがたいので、ぜひ記載していただければと思います。このチャンネルでアンティークコインとしてお金を増やす、守るっていうことから、今日みたいに経済の話、支配者論から陰謀論、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後にですね、 LINE の登録の QR コード出てくるので、まあコイン投資でお金増やしたい人、守りたい人はぜひ個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。